タクシンチナワット。タクシンチナワット。1949年7月26日隊は、太陽国カスエハッカ人、太陽国出身の実業家、政治家、拓殖大学客員教授、イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティ、FC 元会である。漢字名、旧ートールシン。首相、第31代、会議員を務めた。元警察官僚である。 台北部の遅延前の出身、佳京系の知縄と家の出である。第36代首相のインラックシナワトラワイモート。タクシンの綴り輪であり、トンブリー王朝のタクシンと異なる。あだ名は、名を、文族の意。タクシンはタイ王国警察士官学校、第26期を主席で卒業し、1973年内務省、警察局、現在の首相府警察局に、 警察少尉として任官する。当初は国境警備隊に所属していたが、半年後局内でアメリカ留学の機会を得て渡米。イース体験タッキー大学で刑事司法修士をわずか4ヶ月で追え帰国。1976年に警察中将の娘、ポチャマン・アンダーマー・ポン・パトジャミン・ダマ・パングと結婚し、同年再び渡米。1978年、 タイフッツ歴2521年、サムヒューストン州立大学で、刑事司法博士を取得して、首都警察参謀局政策企画副局代理顧問の地位についた。警察官僚としての彼の最終的な階級は、警察中佐。で、軍人や警察官は退役、退官しても修正その階級を名前に関するタイの監修に基づき、 首相在任時から2015年9月5日まで、タイでの呼び名は、タクシンチナワット警察中佐であった。タイの公務員、特に警察官は、非常に給料が低く、そのため彼は以前から副業を持っていたが、こういった例はそれほど珍しいものではない。なお、2015年9月6日をもって、プライウッド政権による暫定憲法44条の行使で、 タクシンの警察中佐の階級は剥奪された。副業としてまずシルク販売を行った。このほか、移動映画などの事業を行い、巨額の富を稼ぎ出した。しかし、この次は不動産会社を設立し、コンドミニアム販売に失敗。彼の企業は一挙に5000万バーツ、日本円で約1億5000万円の負債を抱え込んだ。 事態打開のために今度は警察向けにコンピュータを貸し出すサービスを開始するが、バーツ切り下げによって、さらなる赤字を生み出し2億バーツ、日本円で6億円とも言われる赤字を生み出し、その後タクシンは数々の企業に手を出すが、どれも大した業績を上げることがなかった。1986年4月24日、タイフッツ歴2529年。 タクシンは携帯電話サービスの営業権を政府から獲得して AIS という携帯電話会社を立ち上げた。この企業は成功を収め、タイでの携帯電話の普及に伴って黒字を拡大し、タイを代表するコミュニケーション会社となった。今では、チワット家は、タイ国一の富豪と言われる。この後、1987年、タイフッツ歴2530年、 警察を辞職し、シナワトラコンピューターコミュニケーションズ社、中、英語直訳、原新コーポレーション社を設立し、警察時代のコネクションを生かして、警察機関に、コンピュータの貸し出しを行った。タクシンは1994年パランタム島に、入党し、政治活動を始めた。その後外務大臣に任命されるが、タイの憲法では大企業の株主は大臣になれない。 ため実職した。そのため、株の名義を妻や自分の運転手名義に書き換え、後に所得隠しとの批判を受ける関連会社の名前にチナワットとあるのをすべて、真と書き換えた。しかし、パランタム島はこの後1997年内部、崩壊したため、翌年タクシンはタイ愛国島を創設し、2001年、タイフッツ歴2544年政権に就いた。 政治家時代は、事故の出身地である、台北部の利権を拡大する政策を行っていたため、台中部及び南部貧困層の激しい反発を受け、後のクーデターにつながることになる。2006年1月、タクシン一族は、新コーポレーションをシンガポールの会社に733億バーツで売却した。この売却益に対する課税が、 節税工作により2500万バーツに過ぎなかったため批判を浴びた。タクシンは国民の信を問うために2月24日に会員を解散した。3月になり、バンコクで退陣を求めるデモが活発化した。4月2日に総選挙が行われたが野党はボイコットし、白票が相次いだ。与党が勝利したものの、400選挙区中39選挙区で有効票が 定定に達ししなかったたた。め再選挙が決定した日本時間2006年4月4日午後11時に国王に退陣を表明、次期首相が決まるまで休養に入った。当面の間、首相の職務はちっちゃいワンナサティット副首相が代行することとなった。しかし、実際には暫定首相としてタクシン首相が職務を行い国民からの反発を招き、 2006年9月19日のクーデターにつながった。これ以降、タイではクーデターやでも暴動が相次ぎ、今日まで政治混乱が続くことになる。2006年9月20日、滞在していたニューヨークからロンドンに移動したが、事実上の亡命とみられる。2008年2月28日にはタイに帰国するも8月には北京オリンピックに出席するとして出国してか、 帰国せず、その後、2008年11月8日に、英国政府が、ビザの停止を発表。NHK が2009年3月に、ドキュメンタリー、沸騰都市で行った電話インタビューでは、所在を点々としていると明かしていた。2008年10月に、自身の妻の土地取引に関する裁判が行われ、欠席裁判のまま有罪判決を受けている。共に、 有罪判決を受けた妻とは同年11月に離婚している。元妻は2011年8月24日に無罪の判決を受けている。帰国すれば収監されることになるので、現在もタイに戻れない状態が続いている。それでもタイに対して未練があるようで、2011年4月23日に対抗検討、新党プアタイが開催した党大会に、 手ビ電話で参加し、声を震わせながら、タイに帰りたいと語っている。2009年11月4日、カンボジアのフンセン首相の経済顧問に就した。フンセンはもともと親タクシン派で、当時のアピシット民主党政権を挑発していたが、これもその一環と思われた。しかしタクシンが実際に、カンボジアに滞在することはなく、職務を遂行することが難しいという理由で、 翌年8月24日に辞任した。2010年4月の報道では、南東をモンテネグロの国籍を取得し、同国に滞在中と報じられている。また、その後の報道では、中米にカラグアやアフリカ東部ウガンダの国籍を取得したとも報じられている。2009年に、大政府発行の一般旅券、外交旅券、パスポートを剥奪されたので、 三カ国の旅券を使用していると見られている。現在はドバイを中心に活動し、モンテネグロニカラグアウガンダの旅券を使用して、各国を移動していると見られている。2011年3月の報道では、反独裁民主戦線、ドが19日に行った反政府デモの最中に、国際電話でヨーロッパの寒い国にいると話したと報じられている。その後も、反独裁民主戦線、 どの反政府デモや抗議集会にテレビ電話やビデオメッセージなどで参加している。2011年7月3日、母国体で会員総選挙が行われ、自身の妹であるインラックシナワトラが率いる対抗検討が過半数の議席を獲得した。これによりインラックが首相となることが確実となった。インラックは 兄の処遇という問題を抱えることになったが、これに関しては、現在も明言を避けている。2011年7月4日、NHK のニュース番組、ワールドウェーブの中で、アラブ首長国連邦のドバイでインタビューを受けている、様子が放送され、総選挙を控えた隊への思いを語っている。2011年8月15日、日本の枝野幸男官房長官は、 記者会見でタクシンに対して入国詐称、ビザを発給したことを明らかにした。日本の出入国管理法では、前科のある人間の入国を認めておらず、タクシンもその対象とされていたが、関内閣の下で特例措置として入国が認められた。この訪日に関連して、反タクシン派市民団体が、バンコクの在イ日本国大使館へ抗議活動を行うなどの動きがあった。 8月22日に予定通り日本に入国し、滞在中の8月23日、東京都内のホテルで会見を行った。その中で、妹の政権運営に関与しない方針を明らかにしている。また、有罪判決を受けた先の裁判に関しては、政治的な目的があったと主張したほか、自らの帰国問題に関しては、対応国国民の対立の火種になることを懸念し、 帰国する考えがないことを明らかにしている。同月28日まで日本に滞在し、東日本大震災からの復興支援のため、東北地方の被災地訪問や村井義弘宮城、県知事との対談などを行った。なお、この日本訪問に際して、モンテネグロのパスポートを使用したことを NHK のインタビューで明かしている。また来日に際しては、 石井一元自治大臣が身元保証人となった。2011年9月16日、カンボジアに入国した。カンボジアでは、旧地の中であるフンセン首相と親交を深めた。同月には、妹のインラックや対抗検討の会議員、反独裁民主戦線、どのメンバーも、相次いでカンボジアを訪れている。両国間では、カンボジアの世界遺産に登録された。 プレアビヒア寺院をめぐって、タイとカンボジアの国境紛争が続いていたが、これらの動きによって紛争が解決する可能性が出てきた。2011年9月21日、国際連合総会出席のためニューヨークに滞在中のユラポン外務大臣は、一般旅券を再発給する考えを明らかにした。2011年10月26日、タイ外務省は、 アラブ首長国連邦のアブダビで一般旅券を再発給した。2014年の大軍時空デターについてはツイッターで悲しいと投稿している。なお、クーデター当日でもある2014年5月22日から数日間、タクシンが私的に日本の東京都を訪れていることがじられた。クーデター中でもタクシン元首相を支持する派閥がデモを繰り広げている。特に、 タクシンの貧困対策に取り組んだことで、タクシンの強固な支持者がいる、ウドウオンターニー県をはじめするイー・サーン地域では、軍に対して武器使用も辞さないとする強硬派もいる。2017年8月には、妹のインラックが、首相時代の米買い上げ制度をめぐる、裁判の判決後半を前に、タイを出国し、ドバイに逃亡、タクシンと交流を図ったとも報じられた。 2018年2月、3月下旬には妹のインラックと共に来日。3月29日には東京都内で開かれた石井はじめの著作出版記念パーティーに二人で出席している。現在も各国を転々とし、事実上の亡命生活を続けている。タイには戻れない状況が続き、賛成権も剥奪されているにもかかわらず、反独裁民主戦線、土屋、 インナックに対する関与報道が現在絶えない。タクシンの政策は以下のように極めて特徴的で自分の出身地台北部重視の政治を見せる一方で経済政策は大胆である。このような政策は全体的に特に華僑を中心に評価されている。タクシンの人気が高いのは台北部の有力者や華僑の有力者を掌握しているためではある。 タイ経済については現在混乱している。しかし、タイ南部の貧困層は、さらに貧しくなっており、彼の掲げた政策が実際は、取り締まりは南部でのみ、公的資金投入は北部のみなどと、特定地域でのみ行われていることに、南部では反発が多い。外交では、全方位外交を予想つつ、自身が過強であることから、中華人民共和国を重視していた。 愛国党は、北京に支部が開設できた。また、タクシン政権の閣僚や、愛国党幹部には副首相やエネルギー大臣などを、務めたプロミン・ルートスリデート、情報通信技術省大臣を務めたスラッポン、スープーン・ディー、側近で、運輸省副大臣も務めたプームタムウェイチャヤチャイ、農業省副大臣を務めた、プラパット・パン・ヤーチャートラック、通称、アイ・カーン・ヤーオなどといった。 元大国共産党員が多く、このことは反共的な反タクシン勢力からと呼ばれる陰謀論が主張されるようになった。タクシンは政治の基盤固めも着実で反対勢力となりうる軍や警察の最高ポストに親族を配置し強引にマスコミを統制している。このような手法はタクシンがシンガポールの歌人リークワンユーのような親族を周辺に配置した。 開発独裁政治を真似したからだと言われている。以下に問題点を挙げる。タクシンは2003年、対物歴2546年に、麻薬一掃作戦として、軍隊、警察を導入し、政府が作成したブラックリストをもとに、リストアップされた人物を強制逮捕、処刑した。しかし、そのブラックリストには、無罪の人物も含まれており、政府もこれを認めている。 中には、無罪証明をもらっているにもかかわらず狙撃され、一家は事実上社会的に追放されたというケースあった。しかしこれに対してなされた対策はほぼ皆無である。この作戦で死んだ人は公式発表では、民間人2500人以上、軍あるいは警察の殉職者は25人、逮捕者は9万人に上った。この政策ではタイから輸出される麻薬に頭を、 悩ませていたアメリカ政府の支持を大いに得たが逆にその他の国々からの評価は人権的観点から下がった。一部マスメディアではアメリカの関心を買う人権侵害やタクシン及びブラックリスト作成者の反対勢力一掃作戦と批判された。ちなみに逮捕者のうち大物人物が相次いで無罪釈放されている。タクシンは彼の会社から 不正献金を受け取ったとされる話があり、すでに最高裁判所で無罪判決が出ているが、今でも外国のメディアでは騒がれている。また、パランタム島時代に憲法違反を指摘され、外相を知りいたとき、政界復帰するため株の名義を妻のポッチャマーンなどに名義変更したが、閣僚資産報告書や証券取引書には届け出がなく、NNNC、 汚職防止委員会から訴えられるが、所得隠しが意図的かどうかが不明として憲法裁判所では退りけられた。この後、ポッチャマーンは証券取引所から名義変更届を出さなかったとの稼働で630万バーツ日本円で約1890万円を罰金として支払った。タクシン政権樹立後、今まで意見を潜めていた新南部三県の 反政府活動が活発化した。タクシンはそれまで開発を行って、新南部三県へタイへの同化を迫り、また、アルカアイダやジェマイスラミアのメンバーを拘束したり、と、強権的な政策により、アメリカの支持を得た一方で、地元、マレー系住民、ムスリムからの反発も大きい。2004年、対仏歴2547年4月には、 警察との武力対立も発生し、100人以上の武装勢力が死んだ。しかし、タクシンの娘の裏入学疑惑が取り沙汰された時、タクシンは娘が泣いていた。彼女は何も知らない。娘を傷つけないでくれと語り報道陣に涙を見せた数日後の出来事だっただけに、大半の国内マスメディアが批判した。また、強力なマスコミ統制も、 内外の批判を浴びた。反政府系新聞ネーションマルチメディアグループの社長の自宅が家宅捜索されタクシンと王室の関係をスキャンダラスに書いた香港の新聞と記者を大国から永久追放した。唯一非政府系のチャンネルと言われていたイフもタクシンの新コーポレーショングループの子会社とするなどした。これらにより国際的なマスコミ格付け機関から 報道の自由な国から報道の不自由な国二角を下げられた。2005年7月19日、タイ政府は反政府活動が続いたタイ南部のナラティワーとやらパッターに3県全域とソンクラー県の4地区に対しタクシンが非常事態を宣言することを承認。同日、非常事態宣言を発令した。これを受けタクシンは逮捕状なしの身柄拘束や 出頭命令、武器の取引制限や没収、混乱につながる、集会の禁止や電話などの通信傍受、治安に影響を与える、報道の禁止、問題がある外国人の国外退去命令などを、治安当局に命じる非常体験を手にし、強硬姿勢で治安対策に当たることが可能となった。ただし、これらの措置が基本的人権の制約を伴うため、 マスメディアやジャーナリスト協会、人権団体から批判が続出した。2006年9月19日午後10時、大時国、国連総会出席のためアメリカのニューヨークに滞在中に非常事態宣言を出した。ソンティを筆頭とする陸軍にクーデターの動きがあったことを察知したとみられている。この非常事態宣言の直後、軍事クーデターが起こった。 ソンティ司令官側のスポークスマンは、タクシンによる非常事態宣言は無効にし、改厳令、憲法を無効にすること等の布告、声明を発表し、後に2006年9月20日有告に、プミポン国王がソンティ司令官の行政改革団の暫定主犯就任を承認したことにより、タクシン政権の崩壊と非常事態宣言の無効が確定した。 詳細はを参照。2001年3月3日に、太陽国のバンコクのドンムアン空港に中期していた、大国際航空のボーイング737の400型機が、出発前に突如炎上し、出発の準備をしていた、客室乗務員ら8人が死傷した。当初は、機材の故障による事故と考えられていたが、タクシン首相が、登場予定であったこともあり、テロの可能性も、疑われていた。 しかし、最終的には原因は特定されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。